健康な毎日を過ごすために知っておきたい豆知識をご紹介します。今回はトマトジュースと血糖値の関連性についてまとめましたので、最後までお付き合いくださると嬉しいです。トマトジュースと血糖値の関係性について以下の3つの観点からまとめます。1. トマトジュースの糖質量。トマトジュース1杯あたりの糖質量は約 6.6g です。これはご飯1杯の糖質量に比べるとかなり低い数値です。そのため血糖値の上昇をそれほど気にしなくても良いと言えます。2. リコピンによる血糖値への影響。トマトジュースに含まれるリコピンは強い抗酸化作用を持つ栄養素です。研究によるとリコピンにはインスリンの働きを促進する効果があることが示唆されています。インスリンは血糖値を下げるホルモンです。つまりリコピンは血糖値の上昇を抑える効果が期待できるということです。3. 選び方と注意点。トマトジュースを選ぶ際には 100% トマトと書かれているものを選ぶようにしましょう。100% トマトジュースであれば糖質量を抑えることができます。また無塩のものを選ぶことも大切です。塩分が多いトマトジュースは血圧を上げる可能性があります。その他、トマトジュースを飲むタイミングとしては食前がおすすめです。食前にトマトジュースを飲むことで食後の血糖値の上昇を抑制する効果が期待できます。1日に飲むトマトジュースの量はコップ1杯程度を目安にしましょう。飲みすぎると下痢などの原因になることがあります。トマトジュースは糖質量が少なくリコピンが豊富に含まれているため血糖値を下げる効果が期待できる飲み物です。ただし選び方や飲み方に注意する必要があります。ぜひ参考にしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。